実習をしていただくんですが、瞑想する時にどうするかというところ、背筋を伸ばしてくださいねみたいな感じ。ほいで、この頭はですね、よく顎を引きなさいとかって瞑想中言われるんですけども、顎を引くと、最初のうちはいいんですけども、だんだんですね前のめりになってですね寝てしまうということになりますんで、背骨を伸ばしたら頭は背骨の上に乗っけるというふうな感じで、ちょっと上を向くとうまくいきます。それから一定間隔の深呼吸をすることによって、セロトニンという脳内伝達物質、これが瞑想とか催眠の状態を作っているですね、ホルモンなわけなんですけども、セロトニンの分泌が非常に良くなってくると。それからこの瞑想する時にですね、上手にしよう、完璧にしようと思うとですねうまくいきませんので、最初は誰でも初心者ということでですね、ベストを尽くすっていうだけで OK です。それからもう一番重要なのはこれなわけなんですけども、雑念が浮かんだら流すと。こういった川の流れをイメージしていただきましてですね、雑念が浮かんだらこの川の流れにですね、例えば笹舟かなんかを乗っけてですね、それでそこのところに、何かを乗せて流していくというふうな感じが面白いですけども、雑念もですねそんな感じで流しちゃっちゃうと。ですから頭の中で雑念を転換しないで、ただひたすら流すっていうのをやっていただきますと分かります。でこの時に、重要なのはですね、自ら積極的に探るというふうなことが重要になっています。この方はですね、九州大学の名誉教授の医学博士の成瀬耕作っていう人なんですけども、この方がですね書いた論文の中にですね、それからまたこの成瀬耕作氏はですね、この催眠というふうなものに関して、一生を通じてですねもう精力的に研究をしてきた方で、催眠界のドンとかというふうな感じで言われてまして、日本催眠医学学会の会長もとか、それから理事とかっていうのもですね、歴任なさった方なわけなんですけども、でこの方が書いた論文の中にですねこんな一節があったと。従来催眠中のクライアントは自分の意思を失い、暗示に機械的に従うと考える人がそれはあまりだと。実際には暗示過程を達成しようとする彼自身の否定的なところの結果であると。これは何かというと、催眠にかかると意識がどっかに飛んでいってしまって、まるでロボットになったかのように催眠師の言いなりになるっていうふうに多くの人は思ってたんですが、そうじゃないんですよと。実際には、その催眠師がああしなさい、こうしなさいっていうですね暗示過程を達成しようとする、その催眠を受ける人が一生懸命努力したその結果、催眠の状態になっていろんなことができるようになってくるんですよと。ですから普通の主要体ではできないようなことを催眠の状態でできるようになるっていうのは、この主体的な努力、催眠の状態になって主体的な努力をしたからなんだということになってるわけなんですけども、ところがですね多くのネットでの説明とかいろんな本での説明とかっていうと、催眠の場合です、催眠を使うと嫌がらいと無理やりにですね言いなりにできるものが催眠だというふうに書いてる本とか解説が圧倒的なんですけども、嫌がったらですね主体的な努力をしてくれないので催眠は成立しないんですよね。ですから催眠をうまく活かすには、その催眠を受ける人がやる気になって主体的な努力をしてもらうとうまくいくんですよということになります。でこれは催眠ってなってますけども、催眠という手段で変性腫瘍体になる、瞑想という手段で変性腫瘍体になると。変性腫瘍体になるための手段が催眠と瞑想なんで、どっちも同じような感じで言えるので、瞑想する時も自分が瞑想の状態になるんだと思ってですね一生懸命努力していただければ瞑想の状態になります。ですからこの例えば瞑想の誘導を聞いていれば瞑想の状態にならさせてくれるんだっていうふうに思ってしまうとならないんですよね。瞑想の誘導を聞いたりとか瞑想のやり方をやって自分が一生懸命瞑想を楽しもうというふうに思っていただきますとうまくいきますんでですね、そんなつもりでやってくださいと。でこのじゃあどんなふうな感じでですね瞑想の状態になっていくのかっていうと、このようにちっちゃい字で分かんないかもしれないですけども、閉眼呼吸法時の脳波のパワースペクトラム解析って書いてあるんですね。だから目を閉じて深呼吸をして瞑想になった時には脳波がどうなっていきますかっていうのが本当に出てるわけなんですが、1分2分瞑想を始めて1分2分3分4分5分6分で10分って感じになってるんですけども、で例えば瞑想を始めて1分間出すと脳波がこういうふうになってますよと。でこの脳波はこれアルファ波なんですけども、これは目を閉じたことによって発生するアルファ波で、瞑想の意識状態で発生するアルファ波じゃないんですよね。で、目を閉じて深呼吸をしてるとだんだんこれがですね収まってきまして、4分ぐらいするとこのところに早いアルファ波の出現って書いてあるんですけども、これが出てくるとあ瞑想の状態に入ったかなという感じになってきてですね、これで5分6分7分8分っていうんでずっと腹式深呼吸を続けているとですね、こんな状態で瞑想がなっていくと。ただこれは雑念というのはですね出てない少ない状態でなってるやつなんですけども、このようにですね、瞑想の状態を続けようと思って一生懸命深呼吸をするとですね、こんな変容をしていくというふうなことになります。ですから瞑想今日もですね、この瞑想して8分とか10分とか経ちますと、なんか瞑想の状態になったような気がするっていうような感じになります。でところがこの瞑想の状態になったような気がするっていうような感じなんですけども、ところがですね多くの人が思っているように瞑想の状態になると無になるとかっていうのを思ってるんですけど、そういったことはないです。でそれからあと瞑想っていうと、ね、リラックスするんですけども、そっちのリラックス系の瞑想と脳を再生するっていう方の瞑想とですね2つあるんですよね。でだからなんか眠くなってきたらから瞑想の状態になったなっていうと、そういうふうなわけではなくてですね、ですからこの、その本人からしてみるとですね、一体どういった状態が瞑想の方なのっていうのは、瞑想に入ってると自覚がないんですよね。で普通の思想体で目をつぶっていることと全く同じというふうな状態なんですけども、こういうふうな瞑想の状態になると集中力とかひらめき力とか洞察力がですね非常に高まった状態になっております。それから、一頃ですねオウム真理教とかっていうのが流行ったりなんかしましたけども、なんか瞑想したら、マインドコントロールされてしまうんじゃないかっていうのを心配する人がいるんですけども、自らが積極的にイメージしない限り人からイメージをコントロールされることはないということで、安心してですねなんか、瞑想誘導中に危ないことをその瞑想誘導してる人が言い出したと、これ危ないなと思ったらそのイメージはしなければそっちの方に引っ張られることはないわけなんですよね。今回の場合には絶対そんなことはしないですけども、ですから人からコントロールされることはないということになります。それからまた瞑想っていうのは一体どんなものでしょうか。この瞑想っていうのは実は脳トレなんですよね。筋トレをするとですね筋肉が隆々になるというように、脳トレをすることによってですね脳の構造自体が変化していきます。で実際に、調べてみますと、瞑想をやってるとインスピレーションを感じることが得意になってくると。でそれはどうして得意になってくるかというと、インスピレーションはですね右脳の方にやってくると言われておりまして、それを右脳と左脳をつないでいる脳梁っていう神経の束があってですね、それで左脳の方に持っていくと、左脳に持ってくると左脳に言語野があるんで、その言語野で言葉にするんで、インスピレーションがあってきたなっていうのが分かってきて、瞑想すればするほどこのインスピレーションははっきりしてくるんですが、その過程において MRI とかっていう装置でですね脳の中を調べてあげますと、この脳梁の断面積が増えるっていうことが分かってるんですよね。それから、このですね言語やこの体積も増えるというふうなことが分かっておりまして、筋トレをすると筋肉が隆々になるように、脳トレをすると脳の働きがですね活発になるっていうことが分かっております。それからまたもう一個ありまして、さっきも雑念を消すっていうのが非常に重要だっていうのをお伝えしたんですが、私たちの脳の中っていうのはコンピューターに例えるとマルチタスク状態と。一度に、いろんなことができるのがコンピューターなわけなんですが、で我々の脳もですね一度にたくさんのことをこなしてるんですが、ところが例えばこの紫、これをやりたいと、これを集中してやりたいとかと思うんですけど、マルチタスクなんでですねいろんなことが頭の中に浮かんできてしまって、これが雑念ですよね。これに集中できないと。ところが瞑想っていうのはこれをですね少なくする練習をするわけなんですね。トレーニングをすると、そうするとこれだけをですねこのところに上げることができまして、そうすると脳のリソース全体を使って自分がやりたいことをやることができるというのでですね、この雑念を抑え目的の働きをさせるというふうなことができるようになってくると。ですからこういった脳トレになってくるわけですね。でそれでですねこの脳トレなんですけども、根気よくですね自分自身がやっていこうというふうに思って心に決めてですねずっとやっていって、それの成果が現れるというわけなんですが、なかなかこのですね雑念を消すっていうのが旧来の瞑想法だと先ほどもお伝えしたように難しいんですよね。ところがソニックメディテーションですと、ちょっと脳が忙しくなってですね雑念を発生しにくいメカニズムっていうのを用いているわけなんですけども、そうすると雑念を、あまり悩ませることなく集中ができるというのがソニックメディテーションの特徴なんですけども、これからですねその特徴をですねしっかりと感じていただく実習を行っています。